くさんの方を笑顔にしているアーティスト、サワラさんの登場です。乾いた風吹くヨーロッパやインド、タイなど場所にとらわれることなく、その場所の空気、人を取り込み、その時限りのワン&オンリーなエネルギーを体いっぱいに表現し、歌声を届けてます。リハーサルを見ていただいた方、なんだかこう初めて聞くような歌声、表情だったと思います。次から次に変わる表情と歌声をお楽しみいただきたいと思います。昨年、今年とインドツアーへ。現地では祭りやカフェ、ホテルなどでライブをし、現地の新聞で取り上げられるなど話題となっています。サンセットライブや中洲ジャズ、昨年もこのクリスマスマーケットを盛り上げてくれましたサワラさん。それでは早速いきましょう。皆さん大きな拍手でお迎えください。サワラさんの登場です。どうぞ。
今回は2回目の出演でございます、サーラと言います。今日は3ステージやるので皆さんよかったら聞いていってください。
を持ちかけます。
てずゆっくりは幸せですけれども、急ぐとろくなことは本当にないので、そういう時こそゆっくり、穏やかに、日常を味わうように、やっていきましょう。じゃあ1ステージ目の最後の曲は、あのおじいちゃんとおばあちゃんの、せっかくの子供たちが集まってきてくれたので、おじいちゃんとおばあちゃんの歌を歌います。私のおじいちゃんがいつも私に言ってくれてることをそのまま歌にしたグランパグランマという曲です。じゃあ皆様、よかったら9時からもまた出てくるので、その時お会いしましょう。ありがとうございました。たくさんの孫
がとうございました。サーラさんに今一度温かい拍手をお願いします。そしてすごい子供たちが集まってきました。踊ってましたね。ありがとう。サーラちゃんの歌声はこのようにですね、人を引きつけちゃうんですよね。しかも一緒になって踊ってましたね。サーラちゃんついついもう本当に日本だけではなくてヨーロッパとかインドのツアーをしたり、気づいたらインドの新聞に載ってたりしましたよね。もう本当いつもみんなを飽きさせない。次のステージ9時からです。またサーラちゃんの歌声、あの同じステージはないですからね。いつもその時の状況に合わせたり人に合わせたりして、いつも表情とか歌声が変わるような気がします。引き続きクリスマスマーケットゆかりの町博多11時まで開催しています。まだ拍手が合ってますよ、ね、ありがとうございます。ありがとう。どこから来たの？近くを